ジでまあどれがいいの？なんで急に活動的な春になってきたから。いやぬくくなった。だいぶぬくくなったからな。寒いや2月1月はもう、ダメやわ。もうなんか陽気だもんな。あそうやもうそんな寒い時期はもう寝てるだけ。あっち何時開店の？11時？あそこ無理？11時とかだったよ。なんだっけ、行ったり来たりしてたんだ。ああ、すぐ見に来たから、俺は絶対直で来るもんだと思ってなった。ごっつりして朝からわざわざしてんだ。もう狙い台1、2台って絞ってたから。それ回したら終わる。しくった、しくって、全然来ない、まあ、いつもないんやけど、いつも水曜日は出てるパターンもあって明日短角牛肉か。はぁ、二の辺いかんもん。暑いぞ。二の辺なんか絶対歌うん。二度と歌う。今日牛角でもいかったな。いやまあ今日でもいいけどな。いやでも行くな。28行くやろ。うん、じゃあ28、ラストだけ肉ねえかもしんねえっけ、あるか。あるやろ。いやあれなんでタンピーのやつなんだべか。で骨の間の肉って言ってるの書いてあった。骨はついてないやろ。骨ついとったらパンチ。間の肉って言ったらちゃんと削ぎ落としてるやろ。削ぎ落としてないとつらいな、あれどこだっけ、骨ついたの食ったの。これがキングだっけ。キングがあったな、これ骨つきだったっけ。骨ついてたやん。何だっけ、ついてんのもってハサミで切って。熱いもんな、あそこな。熱いな。あっこだからひいつもやっとったやん。野生が目覚めるよな、肉の熱さはな。うまいか。どう、マニュアル最高。マニュアル最高や、オートマ最悪や。なんでただやっぱりまあだるくね、疲れる。だってしばらくオートマ乗ってたね。初めてのオートマ。終わってんだ。30代後半にまあいいんだけど。で2年か3年、6年ぐらい。あそこに乗った、あれザ・ダリーベよ。いや全然。あそう。まあ、やっぱこっちの方が好きだからな。あそう。あっちゃダメや、眠くなるわ。高速なんか最悪やで、何にもするのないの。ダリーベ。だって前のマニュアルでも居眠りしてたやん。まあそれはほら、それはまあマージュだったからな、最初。鉄腕やで。鉄腕大事。アホのコミだけなんてな。最高や。よく生きてたよな。あ、内側一直線のパターンだから。本当よ。それでも構わんことない。なんで、まあでも安らかに行けんだから。安らかに。ればよ。いや、無理やろな。やっぱり人口は安らかってわけにはいかない。いや、でもだいぶじゃん。いや、まあだいぶやけど。だいぶ。あとはパンツってすぐ意識失うやったら楽やけどな。ああ。パン大事。もう一般チンパンジーになって、なんで一般チンパンジー。わかんねえけど。チンパンジー大事。大事じゃねえよ。ああ、これよ。ああ、ほら、跳ねる、浮きまくり。浮いたらダメなの。いや、カバカバって取れるよ、これ。じゃあ、壊れると一緒や。うん。将来的に。うん、乾電子一直線だ。乾電子。まあまあまあ、新しいのポータル。いや、まあ、読む。新しいの大事。はい、まあ、SE3 とか。SE3 大事。3、4万ぐらいするか。あっか、いいね、スマホは。いや、だってちゃんとしたのなんか10万つくよ。だから、お前、びっくりした。10万円やで、PC 買えねん。でも電話的に言えばいいし。まあ電話するよ。これだって一緒だけや、パソコンの画面ちっちゃいの。ああ、腹減ったな。あ、そう。あ、今日タイガー相川かな。ああ。あれ、何癖、ま、戻ってきたんだけどな。ぐしゃぐしゃさんなってな、何癖ついたんだ。ええ、ぐしゃぐしゃ割れとんのかい。いや、紐がバーンってよ。ああ。俺みたいな。あ、パンや。うん。何癖ついていっちゃう。今
回の金運が上がるやつだ、カーネル。これで負けなしやね。もう足だからもんな。なんか腕が寂しくてよ。あれがいないとな。俺らしくねえべ。ああじゃねえよ。あの子だ。全然言ってねえ道路。どうでもいいけどよ。ほら、使命感。趣味だからな。もう飛ばすな。いや、まあ元気やな。いや、いいんだけどよ。いや、明日どう？多分関係。いかんってよ。何やって。明日土曜やろ。うん。ああ、うんと。土曜。あ、土日はね、いや、いいのよ。土日でも大丈夫よ。安心安全の。好き好き。二の辺ここに帽子ないから。二の辺の人が始めるとか、どうだったとかするんですけど、二の辺は好き好きよ、いや、好き好きやけど、用事ないもん。いや、それも絶対やらん。なんでよ、朝一あるぞ。まあまあまあ、あ、これまだあのカード新調したんだよ。ひまわり。いや、ひまわりは前から持ってるけど、見た目だけ高級やけどな。ああ、どこやろに、グランド何よ、まあ、うん、趣味で集めてるからね。まあ趣味大事。あ、そんなに文化はカード作りたけねって言われて。ああ、マジで。あ、文化はないやろ。なんでよ。確かにミサは潰れたもんな。うん、あ、ミサは？ミサの。東和田に店舗あったで。あ、土地も潰れた。な、国産も潰れた。国産。うん。あ、あの。あそこの前な。うん、やっぱりパッチはきついんや。あとはしめしめ。うん、文化なくなったらグランドの転換が来るな。うん、だつ。まあ入れ食いやな。うん。いや、でも結構頑張ってらって。グランド。うん。あれ、なんだっけ、番長？いや、これから取れるから。文化潰れて人流れてくるから。うん。多少還元できるやん。明日とはじゃにするか。いや、なんで明日動かんって。トッキはいつでも行けるから、ね、平日最高だ。ああ。土日はチンパンジーが行く時期やな。ゆずたろ。優しいやろ。最近9時ぐらいに行って優雅に食ってるよ。あ、そう。誰も俺には最高やん。9時？ああ、平日の9時に。昼近くやと結構混むな。ああ、チンパンジー行きましょう。昼休みや、アホアホ。アホアホ。アホアホ、まあ、いっぱい来る。あのパンツソックスついてるやつ、ね、あれなんだよ、あれ鉄はアトムかなんかのパクリか分からんわ、何のパクリか知らんけど、ね、昔なあ、あれゴッツだったなあ、アホアホアホ天才的だったなあ、アホアホ、ただビデオ喜んでるすけが俺もアホアホしてくれた、いや、いいよ、若いよ今でも全然見る気しねえんだけどな。そりゃそうや、もう年やぞ。タヒロやから。タヒロって何よ、新しいのかよ。タヒネ老子の部屋やったんや。タヒって言わなくてもまあ老人って言うだけじゃダメじゃん。ダブってるじゃん、言葉が。ダブった方がええやん。なんでよ、2つもついてるやん。もう末期じゃん。まあまあまあ末期やな。そりゃそうや、もう若返ることはないやから。でもあそれぐらい大気晩成、超大気晩成来ねえばダメじゃん。2日間だけやろ。死ぬ前いいっすよ。死ぬ2日間だけ。死ぬ前の2日間だ。いや、走馬灯でなんだべ。ダメじゃん。意識の中だけかもしれん。朦朧とした中の2日間かもしれん。それ、ムーンショットされてるのと一緒なんだ。まあ、しょう。ああ、いいか。大気晩成。超大気晩成。超大気晩成。手遅れだもん。ダメって言われてみるか。いや、余ってんだとか、あそこ人間。いや、まあそう、食べ物だけやったら多分大丈夫。いいまあ20秒ぐらいなんでって言ったら多分大丈夫。いいの、店内撮影とかだとダメって。ああ、ダメか。いや、別に撮んなくてもいいけど、店内なんか誰も興味ないやろ。飯やろ、中身が大事。何年前？もう6年も前か。6、7年前かな。6年ぐらい前。全然記憶にね。ああ、そう。うん、
や、なんとなくあの辺の並びのやつ一回行ったなと思って、あれも冬だったっけ、めっちゃったっけ、冬か春か、そのぐらいやったな、まあ、夏ではない、土日はまだこもるの、こもるよ、土日嫌い、大変だ、土日なんか、そんなチンパンジーわしゃわしゃおるやんけ、女ジャム行ったらミサはジャム、いやミサジャムきついね、あれ10分もかかんねえべ、家からわからんよ、6、7ぐらいで行く、いやでもね、そこもなんかあれ、あれ最終日、最終日だべんの日曜、今今、あー行ったらええ、俺が、うん、なんでよ遠いじゃん、結局そ最近そこまで派手に入ってないよ、昔ほど、あやっぱり最近やばい、いやどこもきついもん、きついきつい、多分グランドに出てたし、ごめん嘘ついちゃった、いやそれなりに遊ばせてる、うん、まあ、遊ばせてるぐらいやったらまだ良心でいいや、うん、ほらユニオン、あ遊べるなんでよ、マールなんかひどいもんな、見てるのな、出た、うん、ほらダイスあるっすけな、ATK たまに事故ってるけど、ニューホークも ATK ばっかりだな、うん、やっぱりは、まあ、ATK 取れるかだ、どっから取れる、どうやって取れる、まだ、まあ、取れる、取れるってことはないけど、うん、ジャグラーはほら低セッターと回してくれんやん、結局1日ほぼ動かんくてくれるし、うん、ATK ワンチャンあるかもと思えねえ、あ低くても、あ間違って出るときあるんだ、2000枚ぐらいで、ね、2000枚も出ればいいな、2000枚も出ればいい、それなりに使うんだね、2000枚出すの、いや、まあ、飲まれるけ、刺さるのもあれるよ、ワンチョなんか見てるの結構ええけど、まあ、まあ、そりゃそうやん、日本にお母さん隣座ってて、お母さんのそれぞれ光りそうだねって言って、何も光んねえって言って、まあそりゃそうだね、うん、いやだって光だね、光んねえな、まあもう光んねえ、もう買い物してきたって俺さ教えてきた、ね、あ、買ったねって、うん、買い物する前では買い物代まで使ってしまうすけ、ああそういうことだよ、買って買い物だばいいもんね、お母さんねって言った、うん、うんって言ったんだけど、うん、なんも出ねって言った、なんでいるわけな、うん、スロットの時代は終わったよ、うん、やっぱり競馬だな、ああ大事まあまだ競馬の方が健全やで、夢あるし、うん、国に境すんな、まあ、腐れ腐れじゃん、まあまあまあなんか腐れ国に、うん、いや、この前ネットで買ったつもりが買わさってなくてよ、ああそうなんや、得して、うん、でも当たってればアグダレ出るとかね、まあ、まあ、当たってたらなあ、まあまあ券だったっけか、うん、あれ なんだっけ、分かんない、うん、600円な、うん、買ってた1000円だけ入金して、あ、何も買うかなと思って、あいいか3点で、であのアプリで見たら今日減らさ減ってねくて、あれ得したのかな、得したのでも当たってればハーグなり出るな、まあ、ふざけんなよって、違うね、そういうの、ああ今日こっちまで来た2回も、ああすごい、無限食いたいって言われるやろ、ああこっちにいいか、ああしゃあ、うん、でも勝手にあっち行ってたんだね、まあまあまあ、あまあ立場上混んでねばいいな、ないと思うよ、分からんけど、やっぱり麺さんは混むやろ、腹立ちやろ、腹立たねえよ、腹立つな、まあ、まあ、だって、あれ、佐藤麺、あれの並びだったね、あれやな、こっ手前だっけ、豚骨、うん、いや、もう、あっち、一個置くかな、あれ、あっちも、え、二軒あるよな、二軒あるよ、なんだっけ、え、どっちも食ったことある、いや無限しかないよ、あそう、うん、あ手前じゃん、奥、うん、手前は分からん、マヨ丼とか知らん、マヨ丼、うん、あ、あれは、うん、丸亀のカレー弁当買った、うん、いや、弁当は買ったかも、うん、まあ、丸亀ほら安定やから、そ
カレーうどんだけが安定なんだべ。まあカレーうどんパックしか俺入ったことねえかも。うん、いや、そう限定やで。うん、いや、花丸は、うん、京都が滋賀で、あれ入ったどこ、あれ入っとったかな。一緒やって何がよ、一緒どこ食わってんの。あ、ほう、あ、大丈夫。つけ麺食うの。いや、つけ麺多分味噌やないから食わんな。だけ山形で醤油食ってたじゃん。まあまあ別に食わんこともないけど、ただここグラム数少ないわな。400グラムしかない。何がよ、麺が600ぐらい欲しい。何の話よ、つけ麺。つけ麺、あ、つけ麺グラムで表示なのか。ああ、グラムで本当か。他の店、えっ、つけ麺メニューに書いてるやん、何グラムとか。ああ、うん、俺ら一番客じゃん。うん、